こんにちは、和やか仏教の時間です。少しでも仏教を身近に感じてもらいたいと講座をしております、平井和久です。よろしくお願いします。では平井さん、今日のお話をお願いします。はい、今回のテーマは戒名、法名です。はい、の2回目となります。はい、まあ、今日では戒名、法名と言いますと、まあ、亡くなった時にこう付けられる名前と、まあ、して定着しております。はい、まあ、それはやっぱり亡くなった人の少しでもためになるんじゃないか、供養になるんじゃないかという、まあ、先祖供養の思いですね。まあ、こういう思いから、まあ、今のような形が定着していますが、もともとは、まあ、生きている時に、生前にこの、まあ、仏教の先生からこのつけてもらう、まあ、いただく名前がこの戒名、法名であります。はい。で、まあ、戒名なら戒っていう字が使われていますように、もともとは仏門に入るときに、はい、まあ、僧侶となるときに、はい、仏弟子になるときに、はい、まあ、いろんなこの戒律っていうのが仏教にありまして、はい、まあ、ルールですね、うん、僧侶、仏弟子はこういうことをしてはならないと、うん、まあ、こういう決まり、ルールというのがいくつもあります。はい、はい、はい。まあ、代表的、まあ、有名なので言いますと、まあ、例えばその肉を食べてはならない、あ、まあ、摂取をしてはならない、はいはいはい、まあ、そういう生き物を、まあ、命を奪ったものを食べてはならない、まあ、こういう戒律があったりとか、うん、また結婚してはならないとかですね、まあ、こういろんな戒律ルールというのがありまして、うん、はい、でこの仏門に入るときには、仏弟子になるときにはそれを守りますと、まあ、こう誓ってこの仏弟子になるわけなんですね。でその、まあ、仏弟子になるっていうこと、まあ、特に戒律を守って、修行して悟りを開こうと、まあ、こう目指している宗派なんかでは、まあ、特にこの戒律をしっかり守ってやっていこうと、うん、まあ、こういうことですから、はい、まあ、その時にこういただく名前ですね、まあ、先生からいただく名前がこの戒名というものでした、うんうん。じゃあ割と早い段階というか、よし、ちゃんと守りますって心に決める、その戒律を守りますって決めた段階でももらえる名前。まあ、そうですね。まあ、仏門に入るときにいただく名前ということですね。そうなんですね。はい。はあ、はいはい。まあ、ですので、まあ、それまでのその、まあ、世俗の生活といいますか、うん、まあ、この煩悩にまみれた生活を離れて、うん、まあ、この仏の教えに従って生きていく。まあ、仏弟子となって仏門に入って、生きていくという時に、まあ、新たにいただく名前ですね。これが戒名ということであり、まあ、宗派によってはその戒律っていうのがない宗派もありますので、まあ、その戒を守って修行するということがない宗派なんかでは、まあ、法名と、まあ、言ったりされます。まあ、意味合いとしては一緒ですね。ですので、まあ、皆さんも歴史なんか勉強されますと、うん、まあ、有名なこの僧侶の名前って出てきたりするじゃないですか。親鸞和尚とかよく言いますよね。違うかもしれないけど。はい。まあ、他にも、空海とか、空海、最澄とかですね、一休とか。まあ、一休もそうですよね。まあ、そうですね。まあ、うん、まあ、他にもいろんな、僧侶の名前って出てくると思うんですけども。はい、で、まあ、それも戒名、法名。なんですよね。あ、まあ、そらそうですよね。その、仏門に入る名前がそれだとちょっとびっくりですよね。はい。もともと生まれた時からそういう名前だったわけではないです。はい、まあ、もともと名前当然あるんですけど、その、まあ、仏門に入った時に、まあ、戒名、法名としてこういただいた名前ということで、皆さんも知ってる僧侶の名前あると思うんですね。うん、はい。まあ、あれのは戒名、法名なわけです。うん、まあ、それがいつの間にやら、まあ、特に今日で誰でも彼でも人は死んだら仏になってると。うん、そうそうそう。まあ、こういう思いがあって、うん、で、まあ、その、仏になって、まあ、お釈迦様のお弟子になったんだと。うん、まあ、こういう思いが広がっていますので、もう誰でも彼でも亡くなると、お釈迦様のお弟子を表す釈とか、釈尼という字が使われていますけれども、うんうん、別に生前仏教と縁もゆかりもなかったのに、急にですね。そうそうそう。急に亡くなると仏になったっていう、まあ、そういう思いが広がっていまして。そんな風につけられていますけれども、まあ、名古屋が仏教は何度か話してきましたけど、うん、死ねば誰でも仏ではありません。ならないな、はい。まあ、そういう誤解がいつの間にか
広がって、まあ、死んだらもう、戒名、法名をつけるっていうのが、そう。一般的になってますか。そう。私もちっちゃい頃に、なんでこういう名前書いてあるのって聞いたことがあるんですよ。そうしたら、亡くなった仏さんになるから、仏さん用の名前だよって教えてもらってたんですよ。はあ、そのぐらい、一般的すぎて、亡くなった時につける名前。さらには、仏さんになる時の名前みたいな。イメージを持ってる方絶対多いと思いますね。そうですね。はい。まあそういう誤解は非常にこう広がって、いるのが現状かと思います。はい、まあそういう中で、まあ繰り返しになりますけど、まあ、今、戒名、法名って亡くなった時につける名前に思われてますが、まあ、本来その仏弟子に、ということですね。仏門に入った時にこの先生からいただく名前というのが本来の意味合いです。じゃあ、全然仏門に入らない人は関係がないのかというと、うん、そうでもなくてですね。あ、そうなんですか。はい。仮にその、仏門に入らなくても、僧侶にならなくても、はい。先ほど言いましたように、戒名、法名ってもともとその仏弟子になった時の名前、ね。うん、そうですよね。うん。で、本当の意味での仏弟子、まあ、真の仏弟子とは何なのかということから言いますと、うん、ブッダの教えを聞き求めていき、うん、そして、この一年の瞬間に、生きてる今ですね。一年の瞬間に、本当の幸せに、この世も未来も変わらぬ幸せの身に生かされた人。そういう人を、ブッダは、この人は、私の親友だと。こういうふうに、もったいなくもおっしゃってくださるんですね。その人こそ、私の教えを真に理解した。真に私の教えを体得した、私も親友だと。このように、ブッダはもったいなくもおっしゃってくださるんですね。はいはい、ブッダはまあ親友だとおっしゃってくださるんですけど、うん、ですけど、ブッダの教えに導かれて、本当に幸せに生かされたんですから、うん、ブッダがいくら親友と言われるか、じゃあ、親友だねというふうにはちょっと言いませんので、確かに、はい。ちょっと恐れ多すぎますので、確かに、まあ、そこはブッダは親友とおっしゃってくださいますけど、まあ、仏弟子にさせていただいたと。本当の意味での仏弟子にさせていただいたと。まあ、こういう意味合いから、釈の字をいただいて、まあ、名乗る名前が、まあ、真の仏弟子としての、まあ、名前、まあ、法名ということになりますね。まあ、これが一番そのブッダが言われている意味での、まあ、真の仏弟子ということですから、まあ、ですから、僧侶になる、仏門に入る、入らないというのは、その形式的なこと以上に、うん、仮に僧侶にならなくても、ブッダの教えを聞き求め、一年の瞬間に本当の幸せに生かされた人は、まあ、みんな真の仏弟子、本当の意味での仏弟子になりますので、まあ、そういう時に、そこまで教え導いてくださった、まあ、仏教の先生からいただくのが、まあ、本来の意味合いでの法名ということに、うん、なってくるんですね。なるほど。はい。まあ、いずれにしましても、亡くなってつけたものではなくて、ね、うんうん、はい、はい。生きてる時に、仏弟子とならせてもらう。はい。仏門に入る時にいただく名前というのが元々のことだということはよく知っていただきたいなと思います。うん、はい、はい。なんかこの話って今まで普通に思ってたことが違ったんだよっていうだけじゃなくて、仏教って何なのかっていうのを思い起こさせてくれるお話ですよね。あくまでも亡くなった方のためではなく、生きてる私たちのためのに伝えたかったことの教えなんだよっていうのを、この戒名法名のお話を思い出すと、あ、生きてる間によし、こう学ぼうと心に、まあ、いわゆる、その俗にまみれたこの世っていうか、人の世から、よし、ちゃんと、その本当の幸せを求めてこう修行しますっていう心を入れ替えるじゃないんですけど、人として生まれ変わるみたいな時にもらえる名前ってことですね。そうですね。うん、だから、今生きてる私たちのためのものなんだよなっていうのをなんか私は改めてこう自分自身にこう学ばせていただいた感じです、今回は。はい。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。